続いてカスタムシェイプと重なった部分をドラッグして範囲選択します。長方形選択ツールを選択します。ドラッグして範囲選択します。ディレートキーを押して消去します。シフトキーを押しながらドラッグし、残りの部分も範囲選択します。ディレートキーを押して消去します。選択を解除します。レイヤー2を選択します。コントロールキー Mac はコマンドキーを押しながらレイヤー1をクリックします。ディレートキーを押してレイヤー2の内側を消去します。選択を解除します。レイヤースタイルからベベルとエンボスを選択します。続いてドロップシャドウを実行します。これで完成です。